第1問目螺旋階段を登っているところを想像してください。螺旋階段、一歩ずつ順調に登っていると急に足元が動き出しました。一体どんな風になったでしょう。 A エスカレーターのように上に動き出した。 B エスカレーターのように下に動き出した。 C 段差がなくなり滑り台のようになってしまった。 D 階段のままだが一段ずつ跳ね出したということなんですね。おー、面白い、はい、なるほど。これいろいろありましたけれども、うん、ゴットン君はどうでしょうか。ゴットン君 ABCD ないな。ない近いのを選べばいいのか。なんかゆらゆらゆらってしだしたっていうイメージがあったんで、ゆらゆら、上に上がるが近いのかな。なんか階段自体が動くんじゃなくて、その地面がウニュウニュウニュってしたっていうイメージがあったので、上がるか下がるかどっちかって言ったら上がるかなみたいな。上がる。跳ね出したのの少し弱いっていうんではなく、跳ねだ、あ、でも跳ね出した上下運動じゃないんですよね。あ、横なんだ。ウニュウニュウニュっと。複雑ね。複雑ね。おお、なるほど。はい、なるほど。鈴木先生は。は、わしはじゃな。はい。A の上がっていく。はい、上に上がっていく。上に上がっていくかな。なるほど。うん、私、助手平川もですね、はい、A の上に動き出したでございます。うん、おみんな、A。うん、A。まあ、ごとんは、うん、ぐにょぐにょ。ぐにょぐにょしている。じゃあ、その結果ちょっと教えてくれたまえ。はい、はい、了解しました。うん、これはですね、うん、あなたの本当の肉体年齢はというテストです。ほに、はい、勝手に動き出した螺旋階段は、うん、あなたが感じている体内パワーを表します。選んだ答えからシビアな現実がわかります。なんてことを。なんてことを。じゃあ、選ばれなかったものから先にご紹介していきましょうね。はい、まず B のエスカレーターのように下に動き出した、はい、これは加齢を実感している答えです。加える年齢ですね、はい、を実感している答えです。うん、昔のように無理が効かなくなり調子が狂い始めているのでは、規則正しい生活を心がけましょう、うんうん、肉体年齢は実年齢にプラス3歳くらいです。はあ、なるほどね。まあ、衰えてるわけではないようですね、うん、こちらのこの3人に関してはね、うんうん、はい、それからもう一つ選ばれなかった C、段差がなくなり滑り台のようになってしまった、はい、はい、こちらは危険な兆候です。あら、慢性的な疲れが蓄積しているよう、遊びよりもリラックスや休息を優先して回復に努めてください。なるほど。肉体年齢は実年齢の平均を大きく超えているようです。恐ろしい。よかった、これじゃなくて。これ選ばなくてよかった。危なかった、危なかった、危なかった。なるほど。うん、で、D の一段ずつ跳ね出した。はいはい、はい、うん、これが、まあまあ、横運動だったんだっけ、ゴットン君はね。そんな感じ。そうですね、うん、ちょっと違いますけれども、まあ、揺れるっていう意味では似てるのかな。うん、はい、あなたの肉体は元気いっぱいいっぱい。何？年下の子と遊んでいても最後までバッチリ付き合えそう。よし。肉体年齢は実年齢よりもマイナス5歳くらい。マイナス5歳。このまま若さをキープしてください。よし。若いね。残念、横運動だったんだね、君はね。よしって言ったのに、もうよしって言って喜んだ後なのに。まあまあ、じゃあ、マイナス 2.5 歳くらいなのかな。2.5 歳にしても。まあ、若いからね。若いですからね。なるほど。はい、我々は。はい、A を選んだ我々は、うん、足元が上昇するのは、うん、時間の経過が早くなっている証拠、うん、忙しい思いをしていそうです、うん、肉体的に、年齢相応に頑張りが効きますが、はあ、一段落した後に、うん、どっと老け込む恐れが、あー恐ろしいな、体力作りを熱心にということでございます。肉体年齢恐ろしいな、恐ろしいですな、恐ろしい、まあそんなわけで